夜の街、いなくなったポロをお姉ちゃんは探しに出かけました。でもお姉ちゃんも帰ってきません。私はポロとお姉ちゃんを探しに夜の街へ行こうと思います。まだそんなに遠くへ行っていないはず。そうだ、ポチ、ペロが引かれちゃったとこだ。でお姉ちゃんもいない。いる、ポロ走ってた。さあポロがこっち、あ、いたいた。ポロ、ポロどこまで行く。この上か。ドキドキしてる。いるね、入ってるね、ポロ。あ、ポロどこ行く。ポロ、ここは開かない。どっか別に入れるところはないかな。お、ここから行けそうじゃない。ここ、ポロ、びっくりした。来てるな。こいつを一回巻かなきゃいけないのか。三体ともついてきてほしいけどな。一体しかついてこさせれない。これあれだな、広い道行っといた方がいいな。あいつらを負ければ。待って、早いよ。セーブしといてよかった。3体。こいつらを仲良く引き連れなきゃいけない。あの早いやつはどうすればいいんだろうな。見つかったら負けみたいなもんだよな。よし。いやー、ドキドキ怖いけど。よし。ここら辺まで連れ出せばいけるんでしょう。よし。よしよし。巻いた。さあ、こっから学校行けない？どう？こっから、おお。壁から手。ほっ、ん？なんだ今、ハテナが出たな。これか？田んぼの北側にある峠で若い女性が行方不明になっています。あ、隅っこに落書きがある。学校のプールのそばのお地蔵、学校のプールのそばのお地蔵さん、その近くにある背の低い木の下に、抜け穴が隠れてる。通った後は葉っぱの穴を隠すこと。抜け道メモ拾った。田んぼの北側にある、あ、間違った。学校のプールのそばのお地蔵さん。オッケー。学校のプールのそばのお地蔵さん、ここら辺のお地蔵さんのすぐ、とこ。オッケー。でもちょっと先進んでみたい。これか？学校プールのそば。これか。あ、北に隠れたフェンス、穴が開いてある。よし。こっから入れるんだ、学校に。なるほどね。さあ、ポロどこだ？え？これだって、多分ん、チャイムか。やだねー。不気味な音。大丈夫？オッケーオッケー。ランドセル。特に拾うことも。ついてくるだけ？どこ行けばいい？学校も広いな。紫の花。あ、二宮金次郎。あ、二宮金次郎、お化けの音してない。大丈夫か。二宮金次郎大丈夫っぽいな。さ、なんかいるな。星人で。またポロがどこにいるかだな。ポロー。あいつもいる。いやー、ポロ。ポロはどこにいるのか。北の田んぼにも。あー、お金。石か。誰かいる。
はい、来るよ。待て待て。ここにいるんか。逃げよう。大丈夫か？いるね。いや、まあ、無理しない方がいいか。石、いや、石はいらんのよな。別に、何使うか分かってないし。まあ、ポロを探そう、ポロ。ポロはどこら辺？この先、鶏小屋。左、ゴミ捨て場。右、プール。ああ。お姉ちゃんの靴？お姉ちゃんの靴。でもどうしてこんなと、ポロ？なんだ？ははは。ポロじゃなかった。特に操作できることもなく。あ、草に隠れた。やっぱ草に隠れたら、安全なんだ。あんな見つかってても逃げ切れるっぽいね。怖い怖い怖い。めっちゃいるめっちゃいる。いなくなれいなくなれ。なんだ？どこ行け？よし。ポロじゃなかった。あ。何？何？何？何何？お姉ちゃんの靴を忘れてきちゃった。取りに戻る。OK。救出ね。その前に、ちょっとこの形状見せて。この店に物がたくさん置いてあります。危ないので絶対走らないようにしましょう。この店までは多分走れないんだな。お姉ちゃんの靴。結構長い間ポロに追いかけられたからな。ポロもどきに。あったあった。また来た。お前、この野郎。こら、ポロもどきめ、どこに持ってきやがった？くそ、奥深くに導かれてる。どこだ？鶏小屋に来ちゃったか。なんかあるな、鶏小屋の中に。ちょっともらっていくか。鍵がかかっている。そうか。鍵？ああ、これで、持ってたら開けれるんだ。残念。じゃあ、鶏小屋の鍵を見つけなきゃいけないのか。私、どこにあるのか。なんか、ハテナ出てるな、ここら辺で。あ、これに反応してたのかな？何か置けそう。ああ。結構、アイテムが重要になってきそうだな。あ、来た。入っちゃダメなの？何かで気をそらせないかな？石じゃない？ほら！石！石！石！ダメか。で、石回収しとこう。あ、何回も繰り返しちゃう。ここで石！石！石じゃないのかな？なんか、ドキドキしてる。敵はいるな。カスタネット？カスタネットで気そらせるかな？カスタネットで気そらせるか？何かで気をそらせないかな？今カスタネットあるけど、カスタネット使えないの？カスタネット。どうだ、カスタネット。くそ。どうすればいいんだ。アイテムを集めなきゃならないのか。どこにあるのか。あ、間違った。間違った。石貴重だからな、きっと。鶏小屋にも入れない。あそこにも行けない。まず、犬の気をそらせるものを、ゴミ捨て場から持ってこよう。ゴミ捨て場には物がたくさんあるってやつだから。
ゴミ捨て場に何かしらあるはず。近くにいるぞ。何らかがいるぞ。大丈夫だな。よし。まあ、ここには草間がたくさんあるからな。いざとなれば草間に駆け込める。いやー、大丈夫かな。いなくあれよ。帰るな。大丈夫か？メデューサみたいなのがいる。ほっ、ほっ。よし。悪口をメモ。なんだそれ。ゴミ捨て場。おぉ、なんかいる。でも、庭張ってるぐらいの鍵拾った。やばい。よしよし。よし。ああ、オッケーオッケー。これ庭張ってるぐらいの鍵拾ったから、開けれる。で、庭張ってる小屋の中に、きっとなんかがあるはず。何かわからない。でも犬の気をそらせる何かがあって、で、それで犬の気をそらして、お姉ちゃんの靴回収して、なんか、まあ、そして一旦戻れんじゃないかな、家に。こいつは？大丈夫だね。よし。徘徊型かな？よし。さあ、鶏小屋を開けます。鶏小屋の鍵。一個目のレアアイテムっぽかったな。なんか閉じ込められたな。プールの鍵？さらにプールに行かないといけないだと？よし。で、次プール行くのか。プールは右側って言ってたな。お姉ちゃんの靴回収に。いるなぁ。大丈夫かな？よし。行ってみるか。こっち側には何がある？特に何もなさそうだな。どっかにつな、ん？ブヨンブヨンってどうした？おう、ランドセルか。いやー、犬ー、犬め。え、こっからなの？ちょっと待って。アイテムで、アイテムで、あ、よかったよかった。アイテム拾ってる。ならオッケー。また君たちを巻くところからか。まあ、プール行きましょう。こいつら巻いて。プールここかな？お、プールに入る扉。プールの鍵。よし。なんかいるね。いや、プールは絶対いるでしょう、お化け。水が赤くなってる。水が赤くなってんな。金魚。一つ目金魚が泳いでる。あ、こいつらをスッと巻いて奥に行こう。さあ、あーいるね。まあ、スッと巻ける。一つ目金魚に見られたらまずいとかある？大丈夫っぽい。まあ、プールの中に入ることはないだろうから。さ、これか？排水管。水を抜いてそこを見てみる？うん。え？あの一つ目金魚、溺れんじゃない？そしたら。どうなの？めちゃめちゃ水流れてくね。これ水の出る音って結構おっきいから。泳いでる？水がなくても、こいつは、いるのか、そこに。なんかがあるはず、絶対。でも、この金魚に見つからそうなんかを見つけなきゃいけないんだよな。あった。よし、パズルのかけら。これじゃないな、多分。あーらららこれだ。ちょっと待って、よし、排水口。あ、何かが排水口に挟まってる。取ってみる？うん。濡れた骨、いいね。犬の気をそらそうにぴったりだ。で、あとは、この金魚に見つからないように、脱出して、よし。
で、あとは、走れ。あー、待って。もう一体。危ない。危ない危ない。二体いたか。よし、これ脱出成功。はい、君たちは出てこないでねと。よし、これでポロのとこに行けば。大丈夫だけど。な、ポロ、別になここら辺にも普通に出てきたからな。待て。いやー、どうやってかわすんだ、あれ。この草に書き込むか。よし。巻いた。巻いた。よし。負けたのでかい。みたいな音するな、そこ。よし。で、あとこのままポロのとこ行ったら OK だな。よしよし。なんかいるな。ああ、君か。君は端通れば大丈夫。ん？追ってきてるな、多分。大丈夫か。よし。鶏。よし。で、ここに、あれかな。濡れた骨を置いてみる？さあ。犬が来ます。骨に夢中。ははははは。人面犬め。濡れた骨を取られた。いいよ。あげちゃおう、あげちゃおう。え、嘘。よし、どっか行った。行っちゃったみたい。いいじゃないの。これで、安全に。さあ、これかな？上履き拾った。そして、お姉ちゃんの靴。靴を回収。戻ってくる？ああ、よかった、びっくりした。セーブしますか？うん。読み込み中。お姉ちゃんの靴。お靴は、お靴を履くお姉ちゃんを思い出します。あの日はこのお靴を履いて行っちゃった。今は片方しか履いてないのかな？お姉ちゃんどこに行ったか全然わからないけど、とにかくどこか探さなきゃ。田んぼの方も探してみるかな。